やハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジダドギニハマです。はい、現在11月10日木曜日の午後10時21分ですね。さて今日から新たなる過去作品見ていこうと思います。大正野球娘ですね、これ気になるんでいこうと思います。どうやら2009年の作品みたいですね。 D アニメストアでいきたいと思います。はい、1話ですね。なおアニメ本編は流れません、ご注意ください。3、2、1スタート。2009年ってことは、あれバットとボーナツさんか。軽音、まあ2009年ね、あの2期というかちゃんと並べ替えられた方が。伊藤かなえさんと中原舞さんいる。中原舞さん同じ学年です。大花社、大花会か。1925年4月。97年前か。なんやこのいきなり軽快な。あ、夢か。男子がするなというあれ、あ、男子がすなるというあれ、すなるってなんや。17か。
横をすらもうするっと。お、先生。カートランド先生、でかっ。お あ、もう一人来た。ああ、そうか、右からやな、鈴川。お、ラブレターですか？あ、でも女学院やもんな。ガートランドと他のアニメでもいたな、ないけな。あ、オープニングの声。アキコ。ハイカラなんて言葉使わへんねん、もう。ああ、ここ発進か、野球。ああ、サブタイトル来たね。大正時代は授業が終わったら拍手が起こんの？学級委員長？姉さん、こう双子ここ。知らんのかい。ソヤさんっつった。
三里。一里で4キロだな。中学生だ。わ、早実のユニフォームってこんなんじゃな。いった。いった。これを あれ3人消えた。巻き込まれたら そういう時代なんやな、大将って。お礼の手紙とかかな。変な噂でも立ってるんやろうか。ガートランド先生これは無理言われへんな。
秋子かな。ああ違う、院長や。宗谷さんやね。あ、グローブや。なるほどね。これは言い出しづらいわな。宗谷さんか？あ、違うわ。言い出せへんな、小梅これ。そこよね。男尊女卑やな。あれ、泣いてる。女性に学歴関係ながらひどいね。
川島さんね。お、そうやさんも入る。おお。そうやさんも入んねや。のとまみこさんかな、そうやさん。やぶくんかな、これ。ああ、あのショートカットの子。ここ双子かな。あ、終わった。お、上田かなさん、あ、やっぱのとまるかさんね。はや、ちょっと後でもう一回あのキャスト見させてもらいます。おい、どかなさん歌ってんね。ガートランド先生入ってるやん。晴れの長日を恋日、恋暮らし。オッケー。ガートランド。ガートランド、他のアニメで何だっけな、ガートランド、なんたらガートランドって言いたいんけどね。ちょっとキャスト見させていただきます。ちょっとまだこのキャラ名が分からへんしな。あ、行き過ぎた。あきこが中原舞さんで、川島さんが上田かなさん。おお、中原舞さん、上田かなさん、ついさっきやった生配信で僕と同学年の声優さんといえばっていうところで出した2人やないか。で、宗谷さんが野戸まみこさんね。これ月江智恵と静香っていうのかな。あ、海田優子さん、ひろこさん、検索したことはないけど、あのシルビア・シャーウッドやね、あのスパイファイリーので、北入さんか、9名ですね。パッと作、大見鏡子、京子、誰やろです。菊坂胡蝶、後藤沙織さん、あー聞いたことあるな。で、あ、カートランドか、ガートランドじゃなくて荒井さとみさんか、べき子ね、べき子。で、サブローが、あ、日野さとしさんっていうかな、検索したんだけど、今のあれやね、風太くんやね、夜は猫と一緒。
で、あ、久川彩さんか、お母さん。いやー、いいね。なんかもう冒頭のあの、コウメの歌がなんか良かったわ。東京の観光みたいなね。で、まあどうやらこの、アキコさんの、何？野球する理由っていうのが、まあ男尊女卑を許せへんからっていうことやね。単純に。女性に学歴は関係なかろうということを野球選手が言ったと。まあそういう時代なんやろうね、きっと。もう今そんなこと言ったらもうとんでもない目に遭いますよ。ね。やけどまあちょっとこのコウメがね、どこぞで言わなあかんねやろね。まず親説得せなあかんやろ、これ。親父さんがそんなもん家庭が許さんやろみたいな話してたから、言い出そうという手紙を出せへんかったのが、ちょっとどっかに響いてきそうやね、これ。そして宗谷さんよね。なんで宗谷さんが乗ってきたのかよね。なんかあんのかな、宗谷さんも。あとは、誰だっけ、宗谷さんと、川島さん。川島さんね。がなぜ乗ってきたのかやね。で、多分、ショートカットの女の子、どっちやろ、友枝か静香かどっちかも、まあ、やる気満々やろね。逃げた3人って、もしかして、最初に映ってたかな、オープニング。まあまあ、とりあえず、これは、もう1話からして、感動作の予感しかないな。楽しみですわ、これ。で、また、この大正時代っていうのがいいね。もう、自分はもう、この大正乙女おとぎ話でね、大正時代っていいねとか思ってた。やつなんですけども、ちょっとこれでまた新たに大正時代っていいなと思うかもしれないですね。楽しみです。はい、以上、大正野球娘1話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味の方は切ってください。はい、僕は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、子供向けパフォーマーであり、大道芸人やってます。普段ね、保育園、幼稚園、子供会、小学校などでやればできる諦めないを伝えたくてパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で約2年9ヶ月にわたり仕事がほとんどございません。で、いつの間にやらね、アニメのリアクションをスタートしたんですけども、今、貯金だけでなんとかやってます。今日でね、959日ですね。去年、2000本以上の動画が消えたと思います。そんな悲劇を乗り越えてやってますけども、13年以上使ってきたこの大道芸人のチャンネルで、スタートしてしまったために、現在こちらをサブチャンネルとしてアニメのリアクションで残してですね、新たに9月の13日にパフォーマーとしての、チャンネル立ち上げましたんでね、何卒チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、URL をね、説明文に貼っております。こっちもね、1000人以上目指してますんでね。で、19時に毎日1本だけ動画投稿しております。はい、で、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別まとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジ大予言にハマでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、失礼します。